おはようございます。10月9日金曜日ですね。はい、今朝6時10分を超えたところです。今日本当は腹筋の日だったんですけども、先週もそうなんですけども、腹筋をちょっと、毎日、3種目を、1セットずつやってるんですけども、今日は、同じく、3種目、腹筋やった後ですね、足、前半もそうだったんですけど、ちょっと足の日にしたいかなと思います。足も毎日やってるんですけども、今日は足もね、3種目を1セットずつやってるんですけど、今日は、3種目3セット、ずつやってます。で、最後セットですね、やっていきます。ということで、戻す動作ですね。戻す動作、スクワットの場合、スクワット足なんですけど、戻す動作ですね、カールでもそうですけど、戻す動作の時に、しっかり意識を高めて、筋肥大、最大化させると、刺激を最大化する、これがやっぱりポイントになってくるのかなと思います。要は、力を抜かないということですね。それで、かなり、ネガティブ動作というんですけども、これをしっかり意識してやることによって、かなり、刺激が入って、特に筋肉痛になりやすいです。で、それも今日意識しながらやっていこうかなと思います。で、はい、最後セットですね。はい、いつもルーティンでやっているものです。メニューは変わらずです。要はしっかり、懲りずに飽きずに継続していくということになります。ということで、はい、片方10キロですね。それでブルガリアンスクワット20回やっていきます。続けていきます。はい、20回ずつ終わりました。ちょっと休憩入れます。15秒ほど入れました。さすがにちょっと寒くなってですね、やっぱりやり始めはね、もう服着てます。ズボン、ジャージ履いて、はい、やってます。扇風機も止めてね。ただ、もう2セット目になってくると、もう脱いで扇風機回ってます。はい、同じく10キロ。シシスクワットっていうものですね。これも20回やっていきます。かなりだるいです。はい、もう2セット目終わりました。最後セットです。はい、最後なんでしっかりやっていこうかなと思います。イージーバー51キロですね。これ担いで20回目標でやっていきます。もう終わった後ですね、かなり苦しくて喋れないんですけど、はい、やっていこうかなと思います。担ぐ方がしんどくて、ラックがあればいいなと思ってます。担ぐだけで入ってます。20回やっていきます。
りますんで、これがやっぱりしんどいのかなと思います。2分ぐらいちょっと止まらないです。だからセット間休憩です。休憩はもう2分から3分取ってますということで、はい、終わりました。今日もしっかりできたのかなと思います。まあ明日も仕事なんで、今日もしっかり仕事をこなしていきたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。行ってきます。